叫ぶことはないけどね、さすがにそんなビビりじゃないんで。います、地下へ入ってます、頭が入ってます、それな。わあ、ここだここだ、ここここ入って、わあ、ちょっともう一回調べ足りないから、わあ、なんでもうダメじゃん、これもう逃げらんないやつじゃん。これ出れるんじゃね、外に出せ、これを出せ、あ、なになになに、バレてる、この音ってことはバレて、いやーもう、いやもうびっくりするじゃんか。逃げていきます、逃げていきます、追われてますね、こっちに来るだろ、こっちに来るだろ、こっちに、あーん、こうつけます、なに、え、うわ怖っ、地下、わーい、びっくりした、押す、無限大が開く、押し、わー、なに、え、わー、いるじゃんいるじゃんいるじゃん、いる、閉めろこれ、閉めたらもう最悪、もうマジで、いやーくそ、一番一番きつい。はい、どうもバルさんです。今日はね、こちらのゲームやっていくんですけど、皆さん青鬼は知ってますかね。まあ20年ぐらい前からあるゲームで、まあ実写映画化されたりとか、まあ数々の形でね、皆さんから愛されてる作品なんですけど、それの最新作、しかも 3D で出てきたということで、本日はこちらやっていきたいと思います。最初からもう音から雰囲気がもてん、姉を救出し逃げる、え、これ誰目線、俺出た、すげえ 3D だ、めちゃく、しかもクオリティ高、え、なんだこれ、あ、操作説明か、歩く走る視点移動、覗き込む、覗き込む、覗き込むってこれか、なんか何この動き、いつ使うのこれいつ使うんだろう、今後使っていくのかな。で、懐中電灯まだ持ってない、うわ廊下長っ美術館ぐらいあるじゃん、何この家、右からで行くか、クラピカン右行けって言ってたしな、え、すごい、こんなさ、窓も扉もない、ただただ長い廊下なんてあるの、存在していいの、え、あ、なんかある、なんだこれ、ん、助けて0089、姉ちゃん、これもしかして姉ちゃんが、これは、あ、隠れられるやつか、なるほど、オッケーオッケー、じゃあこれを追いかけられた時に使っていくみたいな感じなのかな。このどうするんだろう、ただただ長いけど、こっちは両サイド行けますね、うん、ここはなんだ、落ち着いて目を凝らせば大丈夫、なるほど、覗き込むわけだ、は、でもさっき0089っていうのあったよね、目を凝らせばってどういうことなんだろう、で開くでしょ、来た、オッケー、簡単じゃん。で、鍵。目を凝らせばってどういうことなんだろう。なんか目を凝らしても分かる感じだったのか、今0089っていうのが。なるほどね。自分の居場所が、自分の場所が分かんなくなってきたけど。こっち側は行ってないってことだよね。ん？急、息遣いが荒くなってきましたね。え？あ、これ今、ゲットした鍵なんじゃないの？開いたぞ、簡単簡単、めっちゃサクサクプレイできてるよ。で、これで開けて、あ、なんだこれ、なんて書いてある、え、ここに来て何日だろう、周りと同じにしないと怒られる、早くここから出たい、これお姉ちゃんじゃないよね、周りと同じにしないと、なんかその過去が明らかになっていくのかな、面白いじゃん、こ、え、怖っ、鳥肌立った鳥肌立ったぞ、こっちに来て、こっち、あれ、なんか、あれあれ、さっきさ、あれ、なんかさっきと道違くない、これ8番出口だったら引き返すやつだぞ、なるほど、あ、あいつがいる、しゃがんで、しゃがむ、はい、しゃがみました、いるの、え、どこいる、
どこのことだろう。これはしゃがみながら歩いてんのかな。にしてはちょっと早くない？しゃがみながら歩くにしては結構足速いと思うんだけど。ここにはなくて、これ隠れられるのね。ああ。ちょっとちょこちょこ書いてあるのか。見落とさないようにしないとな。なんか足音する。います。いますよ。顔でか。なんか 3D で見ると余計キモさというか。これどうし。しゃがんときはバレないってことなのかな。頭出てると思うんだけど。怖っ。怖っ、キモ、二頭身じゃん。見られてる？見られてない、見られてない、バレてない、バレてない。ひっ、この息遣いやめてほしい。怖さ増す。どうすればいいの。基本的に青鬼っていうゲームは青鬼を倒すことはできないから、ただただ逃げるだけになるとは思うんだけど、どっか行ったぞ。どっか行った。行ってない。ぐるぐる回ってる。でもこの周りに何かヒントがある的なことでしょう。絶対ここを探索しなきゃいけないと思うんだよね。ん？あ、いや、どっか行った！はっ！バカめ！俺がいることも知らずにな。こっち側に、おっとっとっと？なんだこれは。はい。行っちゃいました。なんもない。真ん中、なんもない。ここも何もない。ここも何もない。こんなにさ、こんなにタンスばっかある部屋ある？見たことない間取りだぞこれ。絶対模様替えした方がいいって。でここも一番下開けます。何も入ってないんだな。これって隠れられるみたいな話？隠れられた、隠れられた。でもちょっと隠れ方めんどいな。ちょっと隠れ方めんどいので、また足音する。やばい、足音する。あ、やばいやばいやばい。外の様子見れない。いや、これ足音じゃないか。俺の、やばいやばいやばい。バレてないよね、バレてないよね。入ってます、頭が入ってます。それな、ね、どうなってんの、ね、どこに向かって歩いてるこいつ。おい、どこに行こうとしてる。もう諦めろって。そこにはもう進めないんだから。これ開けてあげた方がいい。いや、そんなわけないよな。ここで開けるなんてバカなことをするわけないもんな。でもさっきちょっとさ、不思議だったというか、ちょっと今ヒヤッてしてるんだけど、これ開けてたじゃんさっきこの扉で。歩こうとしても歩けなかったんだよね。ワンチャン、これバグってますよ。これワンチャンバグってるぞ。これ開けたらどうなるのかちょっと気になってきたじゃねえか。おい、そうなると。開ける？開けてみる？さすがにあれか？いや、開けてみるか？だってこれ終わんないもんね。この調子だと喉死ぬ。喉死んじゃうって。あ！なるほど！ここからになるのか。途中から。ってことはさ、あれかな？ロッカー入ると、なんかセーブというかさ、チェックポイントみたいな感じなのかな？で、こっち側行っていくと。あ、すべ。おい、やんのかてめえ！やろっつーのかよ！来いよ、来てみろよ！大丈夫、このスピードなら。大丈夫。負ける。負ける負ける負ける。負ける負ける負ける。大丈夫だよ。自分を見失うな。大丈夫。これさ、ちょっと待って、待って。入れない。ここだ、ここだ。ここ。はい。丁寧にやっていこう。丁寧が一番いいんだから、結局。ごめんな。心臓バクバクするよな。なんか心臓の音なのか、あいつの足音なのかよくわかんない時あるんだよね。ここはしゃがまないとバレちゃうから、しゃがみながら。
ここからは早送りでいくぞ。おい、ちょっと声でかいぞ。声でかいから。一回チェックポイント取っといて。あれ？壊れすぎてる。壊れ方特殊じゃない？こんな壊れ方すんの？入る入る、オッケー、大丈夫、これわかんないでしょ、これわかんないと思う多分。あれ、やっぱ見間違いだなーってなるでしょ。あれ、いねえじゃんあいつ、どこ行ったんだろう。多分ね、ロッカーに入る瞬間を見られてなければバレないと思うんだよ。てか待って、ちょっと淡々とやってきたけど、いや淡々とできてるかわかんないけど、いや待って、やめてやめてやめて、怖い怖い、結構ちゃんと怖いんだけど。さすがにこんな序盤で叫んだりはしないけど、シンプルに怖い。叫ぶことはないけどね、さすがにそんなビビりじゃないんで。怖いよ怖いよ。並走しよう、並走してみよう。しゃがみでも若干俺の方が早いか、いや同じぐらいなのかな、しゃがみだと。なるほどね、これは向こう側に進んでいくみたいな感じ。やばい、これバレてないよね、バレてないバレてないバレてない、急げ急げ急げ、早く、あのやばい、これバレるか、間に合うか、間に合う、よしよしよし、間に合った間に合った間に合った。なんだ、なんか視界が白黒になったぞ。なんか8割がそんなこと言ってたな、視界が白黒になるみたいな8割が言ってた気がする。8割状態だ、来るかな。ここのチェックポイント大事だよな。あ、待って、分かったかも。あ、待って、来た来た来た、なんで白黒なの、こんな、なんで白黒なんだ。でもなんとなくちょっと分かった気がするぞ。これさ、さっきの部屋とほぼ一緒じゃん、構造が。で、そう、ここ多分引き出しとか動かせないから、この形にするんじゃない、向こうも。これさ、メモ取ってもいい？これさすがにね、合ってると思うわ。俺の鋭さやばいな。サクサクだぜ。どこいる？あいつどこいるんだ？あ、いた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 。よし。あいつこのまま中に入って、あいつはもう同じところぐるぐる回る。ルート営業しかしないから、あいつ。ルート営業ぐるぐるしかしないから、脳死で。脳死ルート営業男だから、このまま、抜けることが、よし、できた、いけるぞ。多分立ったらまずいんだろうな。で、こう来て、多分そうだと思うわ。うんうん、そうだね。で、あれ、これか、これを両開きにします。さっきと多分左右反対なんだよな、これ。で、3段開けてる、あ、来た、ペロレンってなった。は？何？何の音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 ？何？何の音？急に何？なんだ？来てる。来てるぞ。やっぱ来てるんだ。アラームで教えてくれたんだ。え？さすがに大丈夫だよね。結構前から。え？時計見てる。時計見て。かわいいお尻してんな。かわいいお尻だったな、今。この時間がポイントか？ 11 時26分。1126みたいなことなのかな？大丈夫？開いた、あそこか。で、この後どこに行けばいいんだ？時計が壊れてて、さっきの、やべ、終わった。終わった。あ、オッケー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 。こっち側来て、これロッカー多分入れないから、こっち側ぐるっと来て、え？早くない？なんか足早くなってない？あいつ。あ、じゃああいつ、あいつ、足早い気がする。早い気がする。で、こっちがいけるいける。大丈夫大丈夫。今見られてない、見られてませんよ。見られてません。このまま逃げ切れます。このまま逃げ切ります。やった！音消えた、音消えた。やっぱ、追いかけられると呼吸荒くなるんだな。リアルー！めちゃくちゃリアル。いや、俺だったら叫んじゃうよ。あいつ目の前にしたら。
来ないよね。音が鳴ってないってことは逃げ切ったってことだよな。おお、よかったよかった。で、この1126をどこで使うのかっていう話。どっかに時計があったりするかな。時計の時間を合わせる的な。だってさっきの部屋にあったっけ時計。ちょっと見てくるわ。最悪だよ最悪。もうあいつさ、俺しゃがんでたよね今。もうちょっと丁寧に行こう。丁寧に丁寧丁寧丁寧。魚こちら。やべ、もう覗き込んだだけじゃん。なんであいつこっち側見ないんだろう。なんでずっと向こう側だけ警戒するんだろう。まあ入り口があっちだからか。意外と真面目なんだよな。よし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 、抜けた。で、ここで、あっちが最初の部屋って、こっち側に行くみたいなことでいいんだよね。この絵とか覚えたりするのかな。あ、なんだ、あれこれ開けたやつか。一応これ1126やってみる。ん、開いた。あ、開いた。え、え、毎日同じテレビ、気が狂いそうだから消したい。ご飯だけが楽しみ。何があったんだよ。これ裏側見れるの。あ、でも何もないかさすがに。なんだろう。これでヒントというかさ、分かっていくんだね。ストーリーというか背景というか。でよ、これでまた変わってるってこと。ん、テレビなんて大嫌い。おい、どうしたんだよ。確かに俺も最近テレビ見てないけど、もう千鳥が出てるやつ大体見ちゃう。なんかある。音する。何の音。テレビだ、テレビだ。え、なんだろう。あ、なんかある。リモコンか。チャンネル変わってんのかなこれ。ん、なんか足音するけど気のせいか。いるいるいる。あ、わかった。テレビが大嫌いってことはつけとかなきゃいけないんだ。そういうことじゃない。バレたか。バレてない、バレてないよ。バレてました。鼻が高くて彫りも深くてイケメンだね。ちょっともう一回調べ足りないから。あー、なんでなんでなんでよ。おかしいじゃん、それはずるいじゃん。なんでよ、なんでいいのよ。さっきと違うで変わってんじゃんか。はい、びっくりした。ダメでしょそれやっちゃ。それやったら飽きまへんで。ほんまかなわんわ。あぶなあぶな。足音聞こえないとわかんないんだよ。止まるなお前は。立ち止まらず歩いててくれお前は。でリモコン、リモコンゲットする。もう最悪。ここロッカーないんだっけ。ここロッカーないんだ。ここロッカーないんだね。行ったな。これさ、話的にお姉ちゃんを助けようみたいな話だけど、俺は妹ちゃんみたいな感じなのかな。どうすんだろう、あのテレビを。いますね。あ、向こうから来てる。もうなんで。もうだ、絶対ダメじゃん、もうこんなの。もう絶対ダメだよ。どうしよう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 。しゃがみあおりしとこう、しゃがみあおりしとこう。えいへいへいへい、リー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 。めっちゃ目あったね。ナイフとフォークがある。よし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 。またテレビ。もうちょっと、いや、頭おかしくなるって。こんなにテレビザーザー流しといたらさ。なんかメモでは毎日同じの流れるって書いてあったけどさ、同じのっていうかもうずっと砂嵐よ。電波入ってないのここ。 NHK の集金もないってこと。やべ、道わかんなくなったかも。おい、マッピング能力皆無だからさ、ちょっともうわかんない可能性があるね。ここ見たな。見てないのはこっちだな、こっちだな。こっちは多分まだ見てないはず。
これにも？あ、部屋、あれ？鍵か。また鍵見つけなきゃいけないみたいなことか。なるほどね。じゃあどっかに鍵があるんか。多分ね、ここの2つの部屋見てないんだよ。全部消すとか、逆に。逆にテレビ全部消してみる？あ、その可能性考えてなかったな。で、ここも、で一応引き出しだけ見とキーにして、テレビ消す。なんかそんな気すんな。テレビ全部消してみよう。間が、たね。よしよしよし。もうダメじゃん、これもう逃げらんないやつじゃん。いやもう早い。あ、歩き方ちょっとダサいな、ね、もうやはあ、キー怖っ。なんなんだこいつのプレッシャーというか緊張感というかさ、ほんと怖いよな。雰囲気作りうますぎるんだよこのゲーム。さあ、これであいつがどっか行きます。行ったね。でこのリモコンちゃんを押すと、よし来た。なんかナイフとフォークあったところに何かが起きていると予想。来たー、早く取れ早く取れ。あ、待って、間違えた、ボタン間違える。ショーケーゲットした、ゲットした。でこれをどこだっけ、どっかのさ、どっかに金庫あったよな。どこだっけ、場所忘れちゃう。ここじゃないね。ようやくようやく終わるぞ。意外とここ時間かかっちゃったな。意外とあそこのさ、テレビ消して回るの、なんかここにいてほしくないなってところにいるのよ。青鬼のいる場所だいぶいやらしいからさ。オッケー、来た。ここで、よし、来た来た来た。オッケー、あ、あ、これ、なんもないか。じゃあ、これで開けますと、お願いします。はい、来たー、開いたー。さあ、何書いてあんの。お母さん、必ず迎えに行く。必ず電話するって言ってた。だから、ずっと待ってた。え、ずっとテレビ見ながら待ってたってことか。この画面の上に書いてあるのはさ、あ、過去のが見れるってことね。なるほど。ずっと待っててくれたのね。くれたというか、お留守番してたわけか。おい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 、全然違うぞ、さっきまでと。なんだこの高級そうな扉は。何このスペース。あー、なんかオフィスでこういうとこあるよね。それぞれ区切られてるみたいな。なんか電話鳴ってる？これじゃない。電話鳴ってるよね。どこだ？これか？あ、これだな！これだ！はい。何ですか？ん？は？せっかく出てやったのによ。おい、どういうことだよ。あ、もう、なるほど。この鳴ってんの探し歩く感じか。で、青鬼いるんでしょ、どうせその辺にさ。わかってんだよ、俺には。どこだ？これじゃない。これだ！お前だな！よし、オッケー！次どこだ？また向こうの部屋か？なんか向こう側知らないとこあんな。なんだこれ、食堂的な。いや、なんだこれ、面接かなんかしてる？あ、懐中電灯あんじゃん、もらっとこう。よかったー。これね、B で、オッケーオッケー、懐中電灯使えると。でも今のところ懐中電灯必要な場面に出会ってないんだよな。今後暗いところもあるってことなのかな。一応つけて、あ、明るい。とっても明るい。青鬼いないな。足音しないもんな。いたー。いるじゃない。でもあいつ動かないんだよな。あれ、いなくなった。あれ、いなくなったぞ。今出とく、ガチャ。3個目だぞこれで。ん、アップロン来た。ん、どこだ、青にいる。いた、
走って逃げよう。追われてるね。青鬼ってね、でも逃げること可能なんですよ、このゲームは。いけ、逃げろ、追われてます。どっかに、今ロッカーあったな、今ロッカーあったよな。なんでロッカーあったのに俺入らなかったんだ。まあでも今のじゃ見られてたかな、さすがに。逃げて、やばい、振り向くことができない、怖すぎて。んこれ出れるんじゃね、外に。出せ、これを出せ。あっ、なにもう怖いよ、どうなってんのそれ。なんかトゥルルンって鳴った後、どこに行けばいいのか分かんなくなったな。変に青鬼から逃げてさ、やられちまったせいでどうしていいかが。この部屋じゃないのか、さっきの面接みたいな部屋かな。行ってみるか、とりあえず。やばい、バレたかも。いや、バレてる。この音ってことはバレて、いやーもうん、なんかあるぞ。触れるのでもなさそうだな。5の1って書いてあるのか。またある。なるほど、え、5の1って書いてあったけど、多分それ関係ないよな、さすがに。押すボタンがないもんな。別の部屋か、もうちょっと探してみるか。するじゃんか。逃げていきます。追われてますね。こっちに来るだろ。こっちに、あーん。とりあえずあいつの隠れてる場所、隠れてるというかずっといる場所に行くべきだと思うんだよね。さあ来いよ。抜けろ。いたー、そりゃ無理だよね。しゃがむとさ、ここまで近づけんのよ。どこまで行けるんだろう、これ。ヒリまで行けんのかな。なんでこれ立ち尽くしてるんだろう、こいつ。何があるんだろう。でまあ、電話があるのだけは見たんだけど、この電話が何なんだろう、こいつにとって。すごい、めっちゃめっちゃギリまで来たぞ。すんごいギリまで来たけど、どうだってこれ視界に入ったらさすがに追われるもんな。かといってこいつをおびき出す、すごい絵面。何があったんだよ。なんかトラウマでもあんの、電話に。黒電話にトラウマでもある。え、これじわじわーっといくけどさ、じわじわーっといくとさすがに目つぶってんのかなー。ああ怖い、もうこれ見えてる、視界入ってるでしょ。視野狭くない、これ視界入ってないの、これダメなの、大丈夫なの。あっ、マジでわかんないマジでわかんないんだけど、どうしたらいいんだこれ。あいつの見てる電話が何なのかわかんねえからな。これ多分動くのかな、あいつ、あそこの場所から。それともなんか積んでんのかな、俺。なんか積んでる可能性あんのかな。わかんな、どうなんだろう。よし、うまく巻いてこれだぞ。なんだ、何書いてある、なんだ、え、これ何、この電話触っても何もないんだけど、積んだんだけど、目合ってるんだけど。ダッシュダッシュダッシュ、あー、なんか抜けた。え、電話押したけどな。あれ、もう逃げ切れた。電話押してみたはいいけど、なんもないんだよな。
え、同じ場所で2回鳴った。奇跡。完全ランダムなのかな。あ、プロロン行ったな。あ、これあれか、青に出る音。え、待って、さっきと時間違うんだけど。え、どういうこと。なんかさっきと時間違くない？今このプルルって音は青鬼が出てくる音だっていうのがさっき分かったから、隠れておきながら。え、どういうことなんだろう。なんか俺がミスってたのかな。やばい、完全に目やったけど、完全に目やったけど、チラ見しようかなと思ったら完全に目やったけど、大丈夫なのかな。いや、入ってきた入ってきた入ってきたよ。でもバレてないな、完全に。これはよかった。危ねえ、バレてんのかなって思ったらバレてはなさそう。危なかった。さあ早く出ていけ、俺は時計が見たいんだ。お前に構ってる暇なんてない。早く時計を見せてくれ。バイバイ。バカが。よし、行った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 。オッケーオッケーオッケー。なんでこれ、あ、これはって、なんでこれ、なんか一回リセットしてさ、もう一回電話のやつやったら時間変わってんな。これは11時41だよね多分。1141かな。1141で行こう。1141で行きます。ダッシュダッシュダッシュ。よし、戻ってるね。定位置戻ってるならしゃがんどけば安心だから。え、あそこの部屋何なんだろう。あの定位置の場所、何の部屋なんだろうな。電話があったけどそれだけだもんな。なんかのヒントかな。これはとりあえず、じゃあ41だね。41。え、嘘、あ、来た、やったー。1140だった、41かと思ってた。今日は楽しかった。広いお部屋でお片付け、どんどん消えてなくなる。消えてなくなるってどういうことなんだろう。お片付けしてったら消えてなくなるってわけじゃないもんな、それはさすがに。え、あー、広いお部屋だ。お片付けしろってことか。オッケー、任せて。じゃあ、あのさっきから出てるあの紙の言う通りにしていけばいいってことだよね。あ、片付…え、場所ここでいいのかな。とりあえず棚に置いとけばいいみたいなことなのか。これは触れない。あ、これ触れる。これあれか。あ、そうだね、マークがあるな。このマークの場所に入れていけばいいってことだね。あ、そういうことっぽい、そういうことっぽい。こっち側もある。なんだろう、広そうだな。とりあえずお片付けしていけばいいって話だもんね。あったあったあった。8、無限大って書いてある。無限大は、無限大なはここか。あ、ここだ、書いてあるね、無限大な。で、ここ置きました。さあ、本はどこだ。本がないぞ。片付けるものが結構少ない。スペースの無駄遣いだな、この部屋。とんでもなく広いけど。広さだけだ、これ。広さ以外に何もない。ん？あった！で、これはさっきのところだね。ここだね。オッケー。あと何冊あるんだ？さあ、出しなよ。本、出てこいや。ん？ないけど。ん？ないけど。もうないよな、あれ？あったー！無限ダイナがあったじゃない。懐中電灯って電池あるタイプかな？使用制限みたいなのがあるタイプなんだとしたら、ちょっと気をつけなきゃいけないよな。これで最後っぽいか。これで最後だな。オッケー。じゃあ無限ダイナのとこ置いて終わらせたいと思います。さあ、片付かれろ。ん？あ、落としちゃった。はい。あ、ここにもあんじゃん。はい、やったー、ピロリン。さあ、いや、今っているじゃない。嘘でしょ、逃げ場なんてないよ。やばいやばいやばい。一応バレた音してないんだな、まだ。速攻ダッシュしたから。
バレてなさそう。バレたか？バレたっぽいな。よし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 、帰れ。お前のいるべき場所はここじゃない。俺は向こうの部屋に行く。いやでもあんまり出すぎるとな。でもさ、こいつも向こうの部屋に行っちゃったらさ、俺が行けなくなっちゃうんだけど、大丈夫なのかな。こいつうろうろしてくれるかな、向こうで。さっきみたいにさ、ドーンって構えられるときついんですよ。よかった、動いた。危ねえ。でやっぱ向こうの部屋行くのか。俺も向こうの部屋に行くけど、どっかでロッカー入りたいな、こっち側の部屋の。うわすごい、影の感じとかすごいな、これクオリティバカ高いな。こいつは、あ、よしよしよし、抜けた抜けた。この嫌な音はまずい。ちょっと急いで、どっか別の場所に。オッケーオッケーオッケー、逃げた逃げた逃げた。これでかい、これでかいぞ。で問題はこの後どこに行くかっていう話なんですが、パスワード的なのも今回はないよな。え、バレた。この部屋のどこに行くんだ。あー、そっち側っぽいな。なるほど、こっち側に。ロッカー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 。あ、バレてますね。もうさっきは大丈夫だったのに。ちら、よし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 。いやー、よかった、ちゃんと動いてくれてるね。さっきみたいに陣取られてるパターンだと結構きついから、こううまくね、おびき出したりしなきゃいけないので、そう考えると今回は割と楽だったんじゃないのって話。いないもんね、だっていない。あ、いたけどバレてない。よし、でかい。今のでかいぞ。あれ、こっちか、こっちか。オッケー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 、来た。で、あ、緑の光って何やれ。これは先生がお花を持ってきてくれた。瓶に入れて並べる。赤は好き、私と違うか。赤が好き、私と違う。え、青鬼の話？確かに青鬼は違うけど、なんでこれ光ってるんだ。なんでだろう。あれ、もう、あれ？俺がカーソル合ってただけ？これ。いやでもなんか色が違うんだよ、さっきと。なんだろう。とりあえず、おーっと、瓶に入れて並べる、赤が好き。オレンジが2つあって、こっちは全部同じ色だな。ん？なるほど、難しそうじゃねえか。まず瓶に入れて並べるって話なので、しかも迷路みたいになってるな。結構厄介だなこれ。こっちは抜けれるでしょ。うん、赤が好きってことは赤にしていくってことなのかな。いやでもそんな安直じゃないか。こっちの部屋また番号があるってわけね。なるほど、なんか青にいないね。音が鳴る。これはあれ、カーソルがなくなったぞ。なんだこれ、ん？なんか音が鳴るやつと何もなくなるやつが、カーンじゃないんだ。なんか3回叩くだこれ。あ、鼻の数か。ん？ってことは赤のやつを順番に叩いていくってことか。あ、なんかそんな気がしてきたぞ。これは3。え、なんでこれ1回なんだろう、叩くの。いや待って、俺は番号が欲しいんだよな。いやでも関係ないよな。え、
さあ難しくなってきた。もし答えが分かったって人はコメントに書いておいてください。遅いけどもう。あ、分かった、あ、分かった分かった分かった、あ、分かった、あ、もう分かった、書かなくていい。コメント書かなくていいぞ、分かったから。これってさ、つまりさ、これ4本でしょ、4本のやつは1で、2本のやつが2、3本のやつが1だった、で1のやつが3だから、これ並べると、え、3211みたいなことかな。花の本数順に並べてさ、え、きた、ほらーね、言ったでしょ、サクサク。明かりをつけて、暗いのは嫌い、私を探して。お、なるほど、明かりをつける、ぼんぼりにってこと、明かりをつけましょ、ぼんぼりにって話。うん、うわ、に、ん、21、一瞬で消えちゃうな、なんかつけても。21、まあ、リーブはちょっと一回置いといて、は22、なんか順番か、23、私を探して、なるほど、この番号が書いてある部屋のどこかに誰かがいるとか、そういう話なのかな。いや、さすがに違うか、それは。いや、いない。51まであるな。パッと見、今のところノーヒントですね。え、ヒントどっかにあったんだろうけど、俺の中では今ノーヒントです、これ今。どれがヒントになってるんだろう。明かりつけたらこんなんなったぞ。52番の部屋ね、なんもない。あー、なんかある。32って書いてあるぞ。32番に何かあるってことなのかな。で、あとこのゲーム引き出しめっちゃ多いけど、引き出しに何も入ってない、ほぼ。そんなことある。ちょっとはなんか紙とか、もう何も書いてない紙でもいいから入れといてほしいわ。なんか服とかね。二人部屋なのかな。じゃあ32番行くか。来た、32番、暗っ。つける。あ、出てきた出てきた。引き出しには何もない。ない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 、ある。43だって。43ね。40番なら暗すぎるんだよ、ここ。なんでこんな暗いんだ、ここだけ。この廊下めちゃめちゃ暗いぞ。で、青鬼の気配もない。いないのかな。来た、43。これを電気つけましょう。はい。うわわわわわ。え？ちょっと部屋のランクが、部屋のランクめちゃめちゃ落ちたけど。11！ で、なんか布団ゲットしたけど、いらないよ、こんなの。11まで持ってってみる、これ。青鬼いるね。いや、11。あ、01とかあった。あれ？あ、52。あ、ここに最初のヒントがあったんかな。そんな気がするわ。これ無視して52を普通に見つけちゃったのか。ここをつけます。何？え？どうしたの？あれ、俺、布団は？持ってきたのに、布団。いるかなって思って、持ってきたのに。え？これどっかに、わらしべ長者的な、わらしべ長者的な感じでどっかに持ってくのかな。なんもないもんな。あった。え、番号っすか。お、なんか、え、全然わからん。なんか40番台の暗い部屋を押したらついたけど、トゥルルンって言ったけど、わからねえ。これ同じだな、5の1。前も見たな。
この辺の書類に触れたりもないと。何がトゥルルルンなんだろう。いる？もしかして。やばい、バレた。今自分がどこにいるか分かりません。分かんないけどバレてないと思う。バレてんのかい。あ、そういうことか。11番のこの天井に44って書いてあったわ。見てなかった。で44をさっきつけたからクリアと。でプロロロンになって、とりあえず44もう一回行ってみるか。やばい、バレてる。最悪だ、終わった。絶対ここで捕まる。もうわかるもんだって、ここで捕まるという未来が俺には見えている。安心してくれみんな、今から来ますよ。青鬼が今から来て俺食べられますよ。分かっ、もうあえて逆張りして、いや食べられないんかーいをやろうと思ったのに。ん、あるぞ。337011。今まで4桁だったけど今回は6桁やるってこと？あ、5桁か。そういうことなのかな。まあ行ってみるか。どこだっけな、どこにあったっけ。やべ、忘れちった。忘れちゃったよ。どこだっけ場所。相変わらず視野狭いな。気をつけろよ、こけるなよ。さあここで33701を押すと3 3 7 0 1、来たんじゃない？よっしゃい、完璧よ。ん、聞こえる？何の音？助けて、助けて、助けて。何の音？何の音と言われましても。うわ、怖っ。地下？めちゃくちゃ怖いんだけど。あー、これは懐中電灯は電池とかなさそうだよね多分。うわ、すごいなこれ。で、音が聞こえるっていう話だけど、なんだこれ。あ、迷路みたいになってんだね。ん、これは、うわー、え？何これ？なんだろうなぁ。4粒あるけど、1粒しか持てないなぁ。なんだこれ？コーラあるぞ、コーラ。あ、あ、メントスコーラ。メントスコーラだ。メントスコーラしてる。バカデカコーラで。いや、いるじゃないの？待って待って、おか、まあでもそらそうか、来るよな。メントスコーラやってたら何何って来るよな普通。俺でも行くもん、近寄るもん。ってことは残り3粒も入れるみたいな話かな。そんな気するぞ。4粒全部入れるみたいな、そういう感じでしょ多分。何の音だこれ。なんか変な音する。あいつの足音じゃなくないか。いや、あいつの足音なのか。あいつの足音じゃねえか。そうか、床質が違うみたいな話かな。2粒目、2粒目いきました。これでかい、これでかい、これでかいよ。無理やり2粒目いった。で、場所は覚えてないけど、こっちの方に行けば負けるんじゃないの。いや、行き止まり。こっちは、こっちは。どこだ、メントス置き場どこ。あ、これ最初のとこか。3粒目ゲット。絶対これ4粒やればいいっていう話でしょこれ。絶対そうだと思うんだよね。さすがにこれ違ったら俺は切れていいはず。よし、行こう。いや、3粒目、3粒目メントスコーラ。炭酸抜けるだろさすがに、いくらなんでも。おーい、びっくりした。やばいやばい、びっくりした、びっくりした。よし、巻いた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 。やばい、行き止まりじゃん、行き止まりだよ、行き止まりです。ああ、いる、目の前に、目の前にいるよ。逃げて逃げて逃げて、これ逃げよう、これ逃げよう。一旦逃げて、一旦逃げて、落ち着こう。びっくりした、喉死ぬかと思ったマジで。ああ、怖い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 。オッケー、ゲット。近くにいる。
いるけど。行きましょう。4つ目来た。これクリアの音鳴ってくれるんじゃないの。ピロレロペロペローンってなるんじゃないの。ならない。え、4つ見れたよ。もうこれ終わるまで我慢ってこと。頭吹き出してるからそれを終わるまで我慢してみたいな。なんだろう。え、なんだったんだこれ。でクリアじゃないの。完全にクリアだなと思ってトークしてたけど。嘘。めっちゃ追いかけられてます。これ違うんかな。ペントスコーラしてる間になんかする的な話だったのかな。くー、戻ってきちまったん。あ、違うとこあった。あって、ここだろ絶対。そう、開けろ開けろ開けろ。逃げて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 。来てる来てる来てる。よし、来てない。オッケー、来たか。見よ見よ見よ。来たー。え、赤嫌い、私と違うから全部嫌い。そんなこと言うなよ、悲しい。あれ、なんか言ってること、あれ、赤好きじゃなかったっけ、さっき。気が変わっちゃったのかな。星マークで赤い場所があったりもすると。あ、無限ダイナー押す。無限ダイナーが開く。星、あー、何、あー、いるじゃんいるじゃんいるじゃん。閉めろ、これ閉めろ。あら、もう最悪。もうマジで、いやー、くそ、一番一番きつい、一番びっくりしたわ。マジでふざけんなよ。もうブチギレですわ、こんなもん。焦った。これ行くよ行くよ。爆発してくる、来るけど、来るけど逃げます。赤が嫌いって言ってたんで、赤の方行ってみる。赤嫌いって言ってたもんね。行き止まりじゃねえか。そうだよね、勘違いしてた。赤が嫌いっていうことはつまり赤の方に行ってはいけないってことなんだね。それがヒントだったってわけ。怖いんだよマジで。なんか飛んだぞ今。俺今浮いたよな。確実に飛んだけど何が起きて、後ろ振り向けない。これで赤が怖いから左に行く。赤怖い、赤は怖いよ。赤は怖いから、赤は怖いんだから。え、逃げれてる。一本道だぞこれ。一本道で逃げる場所がない。で赤はダメだからここはいけない。あれ、あの奥行っちゃダメだよね。赤怖いからこれ右側。やばいやばいやばい、ダメダメダメ、ダメ。こっち行こう、こっち行こう、こっち行こう。来てる、合ってるっぽい気が。押せ、はあ、ああ、ああ、焦った、焦った。おい、手出してみろよ、おい。ちけえな。ちけえな、ちょっと。近いな。やだな。さあ行こう。うわ、怖かった。めちゃめちゃ焦った。なんか、鉄格子越しに見る青鬼ってなんかシリーズ同じみたいなとこある。え？鍵？嘘でしょ？見てないけど、そんなの。え？あった？あれ？あれ、開かな？あれ？ん？おい、おい！あ、いや、じゃあ全部くれ！なんで今回だけくれるんだよ。全部置いといてくれよ。まあ嬉しいけど、ありがとう、急に優しさ。鍵どこで見たっけとか考えちゃったわ、いろいろ。お父さん、お母さん、妹、会いたい。狭い、狭い、狭い。ん？これお姉ちゃんが書いてんのかな、やっぱ。そういうことなのかな。え、ってことはさ、お姉ちゃん青鬼になっちゃったってこと？めっちゃ謝ってる。めっちゃ謝ってる。そんな謝んなくていいよ。プリン食べたこと許してあげるから。そんなちっちゃい理由じゃないかな。あー、怖ーい。